ローソン株式会社ローソンは日本の大手コンビニエンスストアフランチャイザーである三菱商事の子会社として三菱グループに属している三菱広報委員会の会員企業にもなっているコンビニエンスストアチェーンとしては国内店舗数2位2010年平成22年2月現在であり1997年 平成9年7月には業界で初めてすべての都道府県に出店した。原型となったミルクショップローソンはアメリカ・オハイオ州の牛乳屋の JJ ローソンという人物が1939年に同州に開店した店であるローソンの看板のミルク缶はここに由来する。その牛乳の美味しさが地域の評判を呼び、業用を拡大。ローソンミルク社を設立して、 日用品を販売するチェーン店の展開を開始した。その後、ローソンミルク社はコンソリデーテッドフーズ社の参加となり、一旦米国国内にはローソン店舗は存在しなくなった。日本では1974年昭和49年に大英がコンソリデーテッドフーズ社と提携。翌年、大英ローソンを設立。大阪府豊中市に1号店。 桜塚店を開店した。その後、大阪や神戸など、近畿地方を中心として、店舗数を増やしていく。創業期のローソン、当時の英語表記は、ローソン S は、ハムやソーセージといった、加工肉だけで40品種を数える米国風、高級デリカ鉄テッセンとして、客のオーダーに応じてその場で作るサンドイッチや、輸入食料品が、中心の展開であった。1980年、 昭和55年、東日本を中心に展開していたサンチェーンと業務提携。なお、両社は1989年に台等合併し、大英コンビニエンスシステムズに社名変更、ローソンに店舗統一された、詳細は遠隔を参照。同年4月、本社機能を推他から東京に移転。陶器場本店は2007年。 平成19年6月1日、東京に移転する。2006年、平成18年7月にファミリーマートが47都道府県に出店するまでの間、国内47都道府県すべてに出店していた唯一のコンビニチェーンであった。なお、2017年10月現在、北海道の宋谷総合振興局管内には出店しておらず、根室振興局管内は、 市別郡中市別町のみの出店となっている。2009年、平成21年4月8日より、JR 東日本エリア全店で、スイカが導入された。関東地方全店で、スイカが利用できるようになったコンビニでは、駅の中にある、ニューデイズを除けば、ミニストップ、ファミリーマート、3F、AM、PM、現在は、ファミリーマートに移管。 東方に次ぐ5社目である。その後も JR 各社、JR 四国エリアの約420店には2012年2月7日に JR 西日本のアイコカ電子マネーを導入、及び他社局の IC 乗車カードのエリアでの電子、マネーサービスの導入が進められている。2011年、平成23年には東日本大震災の被災者、 主に若者や未成年者に対して、もしくは将来の夢に向かって尽力している若者に、対してのチャリティー企画、創業30周年記念と兼ねてとして、義援基金プロジェクト、ローソン夢を、応援基金を開始、従来の緑の募金と並行し、もしくはそれに、代わり義援金用箱を店頭レジにて設置している。今後、このチャリティー企画は、無効数年間、 各店舗にて実施される予定である。ポスシステムは創業以来 NEC 製である。近年は全国の大多数の店舗で他の大手チェーンと同様に LED 照明の店舗外装へと切り替えが進められており LED ではない従来型照明の店舗は減少している。ただし例外で一部照明自体がない店舗が存在する。ローソンは長らく大映画。 親会社であり、福岡大英ホークスの多くの選手が CM に出演していた。しかし、大英本体は業績悪化に伴い保有するローソン株の多数を勝者の三菱商事に売却した。2001年、平成13年からは三菱商事が30.68%の議決権を有する筆頭株主である。また、2007年、 平成19年5月31日までは、陶器町の本店が、大阪府水田市豊津町9番1号の旧、大英グループ本社ビル、江坂東洋ビルにあったが、2007年6月1日より、東京都品川区に移転した。2016年現在は、ローソン HMV エンターテイメントや、大英グループ商品券、OMC カードの取扱いを行っていたが、 大英グループ商品券は大英がイオンの完全子会社になったため2015、平成27年6月末をもって取扱いを終了した。2015年、平成27年11月10日には同年12月よりイオンが展開する電子マネー和オンが利用可能になることが発表された。期日のように2001年、平成13年以降ローソンは 三菱商事の参加に入ったが、2016年、平成28年三菱広報委員会に入会し、名実と共に三菱グループの一員となった。これと前後して、ローソンの経営としてもこれまで以上に、三菱商事との連携を強化する方針とし、玉塚玄一が会長 CEO となり、社長 COO に三菱商事出身の竹蔵帝心が就任、副社長から昇格し、 三菱商事とのパイプ役も担うこととなった。なお、玉塚の前の社長、会長だった、新郎武氏も三菱商事出身。2017年、平成29年2月に三菱商事の子会社となっている。ローソンは中国に1996年に進出。日本のコンビニとしては初の中国進出だった。2012年現在は、 現地法人の上海カレンダ親友権講師を通じて、主に上海市、重慶市、大連市で展開を行っているが、中国国内の外資規制などの影響を受け、店舗数は三百五十店舗程度に止まっている。中国以外への展開は、従来全く行われていなかったが、二千十一年にインドネシアに進出したのを皮切りに、二千十二年六月にハワイに店舗を、 オープン、同年11月には、タイのサハグループとの合弁会社設立を発表するなど、本格的な日本国外展開を開始した。ただ、日本国外の店舗数は2012年現在、合計で400店舗弱にとどまっており、セブンイレブンやファミリーマートなど同業他社に比べるとややで遅れている。ローソンでは検証への応募、お試し引き換え券などに交換できる。 ポイントサービスを実施している。レジでカードを提示すると、税抜き100円で1ポイントが加算される。ただし、タバコ、公共料金、ロッピー関連のほとんどの支払い、プリペイド式電子マネーのチャージ等は、買い上げポイントの対象とならない商品もある。2008年、平成20年4月1日より、北海道地区限定でレジ袋を辞退したポイントカード会員に、 レジ袋削減ポイントとして1ポイント付与を開始した。この他、カードの提示により、特定商品の割引や、ボーナスポイントが付与される場合もある。付与されるポイントは、支払い方法、現金、クレジットカード、商品券などによらず一律である。2008年、平成20年12月からはレジで、直接1ポイント、1円相当単位でポイントを、 利用することができるようになった。従来のローソンでのみ展開されていたポイントは2010年平成22年3月1日から親会社である三菱商事が中心になって立ち上げた共通ポイントサービスポンタに行既存のローソンパスマイローソンポイントはそのままポンタカードとして利用可能。クレジット機能があるポイントカード 17歳以下を対象としたローソンパスジュニアを除く通常のローソンパスでもクレジットカード機能のないものもある。クレジットカードはローソンのみで利用可能な独自のものローソンパスハウスとビザ機能が付帯されている提携カードローソンパスビザ JMB ローソンパスビザがある。ローソンパスジュニアとローソンパスハウスは2007年2月28日をもって 新規会員募集を終了しており、現在は発行されていない。JMB 機能付のカードは、JAL マイレージバンクとの相互交換も可能である。当初は、クレディセゾンとローソン、三菱商事の合弁会社、ローソン CS カードによる運営で、クレディセゾンがカードに関わるすべての業務をアウトソーシングする形であった。しかし年月に、ローソン持ち株分を クレディセゾンがすべて取得、同年9月1日付で簡易吸収合併された。前述のローソンパス機能のうち、ポイントの積み立て及び、ポイントの利用による、各機能のみに削ぎ落とした現金ポイント専用カードで、ローソンパス会員価格商品、ボーナスポイント対象商品、ローソンエンターメディアの先行販売については本、サービスの対象外であった。カードのデザインは、 ポインターという犬をモチーフにしたものであり、ナチュラルローソンの店舗で配布されている申し込み書にて、申し込んだ場合は、ナチュラルローソンのオリジナルズ柄のカードが発行されたが、通常柄のマイローソンポイントと、ナチュラルローソン柄のマイローソンポイントの2枚を持つことができず、また、双方同時に申し込んだ場合についてはいずれか、一方のカードが発行される。誰でも申し込むことができるが、 16歳未満の場合は、親権者の署名が必要である。現在のところは、他のポイントとのポイント交換は不可。T ポイントは、ファミリーマートとの提携に移行した。1986年、昭和61年4月発売。販売開始当時流行していた漫画、刈り上げくんがネーミングの由来となっている。その名の通り取りの胸肉、国産内市は、 ブラジル産を使った唐揚げである、ローソンのファストフード主力商品。味は、基本的には、レギュラーレッドチーズの3種類だが、季節、地域限定で様々なフレーバーを出している。2009年、平成21年には、カルビーとのコラボレーションで、ピザポテト風味も登場している。現在はここ入りで、税込み216円。発売当時はここ入り200円で、 9個入りの箱型もあった。なお、時期により1個増量する場合がある。2013年、平成25年10月からは、焼き入りのレア物がごく稀に入っている。期間限定で、映画作品等とのコラボレーション、スパイダーマン3ワンピースナルト等、アイドルグループニュースとのコラボレーションなどを行ったこともある。また、秋田県では、過去に、秋田放送、長信、 ネーガー VS 保持なし怪人のコラボレーション CM を放送していた。なお、現在のパッケージは3代目、2003年、平成15年により、仕様でパッケージに描かれているキャラクターは、鶏ではなく妖精である。身長は10センチメートル、おにぎり3個分、内身長の3分の1が、とさか、体重は110グラム、胴回り21センチメートル、 ライバルは L チキで普通の人間には見えず心の純粋な人のみ見えるという。またパッケージのキャラクターにはレギュラーはレギュラーくん、レッドはレッドママ、チーズはチーズパパという名前が付けられている。家族構成は先日のレッドママがレギュラーの母、チーズパパが同じく父とされている点に加えレギュラーの兄がのりしを同じく姉がピザ、 同じく双子の弟にガーリックペッパー、育ての親に唐揚げ親父、初代のパッケージに描かれたキャラクターなど様々な関係も明らかになっている。2011年、平成23年で25周年となることを記念し、唐揚げくん25周年記念キャンペーンを実施している。第一弾として一月十八日から六月三十日までライブドアが提供する。 ロケタッチを使用したタッチで集めるシール50枚の旅を実施しているその後もう一度食べたい唐揚げくんの投票を実施し4月12日にユズポンズ味を発売したまた第2弾は低温とのタイアップ企画として2月8日から2月21日まで唐揚げくん新フレーバー投票企画を実施し投票数が多かったカレー味を5月10日に 発売する予定となっていたほか、2月22日から3月7日まで、ローソンスタッフが考案する、唐揚げくん新フレーバー投票企画を実施し、6月7日に発売する予定となっていたが、双方とも東日本大震災及び、福島第一原発事故の影響で中止が決定。軽音、タイアップ企画は、劇場版タイアップ企画に組み込まれる形で11月に実施され、 ローソンスタッフ公安企画として予定されていた、梅味、奇襲南高梅味の発売は9月6日に実施された。日本、唐揚げ協会監修として、ご当地、唐揚げ味シリーズの第一弾として2011年、平成23年6月7日より、唐揚げくむさ醤油だれ味発売、第二弾として2011年、平成23年7月12日発売の、 唐揚げくんなごや手羽先だれ味。第3弾として2011年、平成23年8月16日発売の、唐揚げくんなかつ塩ダレ味。延期されていた、前述の奇襲南高梅味を挟んで、第4弾として2011年、平成23年9月21日、唐揚げくん仙台味噌味が発売。なお、この仙台味噌味の販売価格210円のうち10円が、夢を、 応援機器に寄付された。第5弾として2011年、平成23年10月18日、唐揚げくんタルタルソース味。第6弾として2011年、平成23年12月13日、唐揚げくん徳島すだち味が発売。なお、2012年5月からはこのシリーズとは別に、唐揚げも単品販売されている。太陽国内のローソンでは、 くん唐揚げの名で売られているが、これはタイ語で、くんイコール、あなたを意味するため、唐揚げくんよりも馴染みやすいと判断されたためである。2009年、平成21年3月24日発売。名前の由来は、ローソンのチキンから。味は、基本的には、レギュラー、レッドの2種類で他に、レモン味、2010年、平成22年、柚子風味、2011年、 平成23年もある。2009年、平成21年には、カルビーとのコラボレーションで、ポテトチップス、エルチキ味が発売されている。また、エルチキパンズというエルチキを挟んで食べるパンも発売されている。値段は、エルチキが税込み148円、エルチキパンズが72円、発売当初は50円となっていて、カロリーはレギュラーが288キロカロリー。 レッドが310キロカロリーとなっている。2010年、平成22年3月16日には、エルチキの発売1周年を記念して、全国のローソン店舗、ナチュラルローソン、ローソンストア100、ショップ99は除くで2010年、平成22年3月23日火曜日から1週間、限定で、エルチキを1個購入することができ、 エルチキの無料引換券などがその場で当たるエルチキクジを展開していた。最も有名なものとしては、ローソンの原点であるミルクにちなんで、ローソン牛乳、PB 第1号がある。その他には、シェービングや洗剤、入浴剤などがある。かつては缶の緑茶、ウーロン茶、紅茶などやニエルの北アルプス天然水、ウーロン茶があった。2010年、平成22年からは、 総菜、飲料、菓子、乾麺などの食料品から、トイレットペーパー、洗剤など日用品を安価で扱う、ローソンセレクトが展開されており、2011年、平成23年10月からセブンイレブンに対抗して拡充された。韓国のハイト人狼を、第三ビールの PEB ブランドの輸入先にするなど、海外との提携も行っている。ファミリーマート。 三つ星パスタやサークル系サンクス、ルベッタに対抗し開発。2012年10月16日に発売したショーパスタラザーニャボロネーゼが発売から19日で100万食を超えるヒットとなった。オリジナルのチルドデザートブランド。以前はカジュアルスイーツ名義で展開されていたが、セブンイレブン、七色カフェやファミリーマート、スイーツ、サークル系サンクス、 シャリドルチェに対抗するため2009年、平成21年9月に立ち上げられた。スプーンで食べるロールケーキやシュークリームなどのプレミアム品がラインナップされているのが特徴。中でもロールケーキは約半年間で販売個数1800万個を突破する大ヒット商品となり、コンビニのオリジナルチルドデザートとして初めてモンドセレクション2010年。 平成22年度成果部門において、金賞を受賞した。なお、ロールケーキの成形はすべて手作りである。2012年2月からは、和菓子の本格展開をスタートさせ、打ちあ餡を使用したアイテムに、あんこ屋のブランドをつけている。また2012年4月には、従来のチルド飲料ブランド、エルススタイルを統合し、チルド飲料のラインを追加した。おにんぎりブランド、 おにぎりやパンブランド、みのりベーカリー、2013年4月2日、旧、とっておき宣言、一品弁当ブランド、ナミソンティン、2011年、平成23年3月対、総菜ブランド、町のおかず屋さんなどがある。また一部店舗で、フランチェ・フランク製の雑貨を販売している。2006年、平成18年8月1日。 ローソンサークル系サンクスファミリーマートの3社は、共同企画商品の清涼飲料水を発売。発売されたのは、日本コカ・コーラ社、カナダドライパイナップルフィズサントリーフーズ、デカビタシーデカボンベ、伊藤園、本味、緑茶の3商品。いずれも税込み147円。現金以外の支払い方法が、同業他社に比べて充実しており、 クレジットカード、デビットカード、クオカード、電子マネーバーコード決済に対応している。バーコード決済はしつけたから、アリペラインペイ、楽天ペイに対応している。アリペラインペイがコンビニストアの全店規模で導入されるのは日本初。デビットカードについては、J デベットと異なる独自の規格で導入されており、ゆうちょ銀行、東和銀行、島根銀行、 西京銀行及び全国の信用金庫のキャッシュカードにしか対応していない。長らく NEC 製の決済端末を用いていたが、2017年に深刻化する人手不足への対応や複雑化する店舗業務の効率化を目指すことを目的に、ポスシステムの全面刷新を実施。多言語化対応、オールタッチパネル式の自動釣り線機機能付きポスレジを導入した。 これにより、電子マネー取扱い時のオペレーションに変化が生じている。1990年、平成2年7月に、業界で、初めて、ダイエーグループのカード会社である、ダイエーファイナンス、現、セディナと提携し、ローソンステーションメンバーズカードを発行。同時に、東京都、大阪府、兵庫県の店舗から、現金自動支払い機の設置を開始し、 現在では OMC 及び五大国際ブランド、中国銀ネなど多くのクレジットカードブランドが利用できる。クレジットカードでの切手、はがき、有価証券の購入はできない。また、ラッピーサービスについては、決済手段に一部制限がある。使用可能な電子マネーは、プリペイドタイプの楽天エディトアオン、ポストペイタイプのポストペイタイプの ID とクイスプ、交通系電子マネー、 JR 北海道エリアは、キーとか、JR 東日本エリアは、スイカ、JR 東海エリアでは、とか、JR 西日本及び JR 四国エリアは、アイコか、福岡県、大分県はニモか、その他 JR 九州エリア、沖縄県は、シュゴカが、使用可能である。2014年末まで、ローソンストア百0 0及びローソンマートでは、利用できなかったが、2015年1月から、 上記の和鬼以外の各電子マネーでも決済に対応できるようになった。決済方法は当初は画面タッチにより使用する電子マネーを自ら選択してからかざす方法であったがポスシステム更新後は決済に使用する電子マネーをあらかじめ申し出て店員に操作してもらう方法に変更されている。電子マネーもクレジットカード同様切手、はがき、 有価証券の購入はできず、ラッピーサービスについては、決済手段に一部制限がある。楽天エディが全店で利用できるコンビニは、AM、PM、現在は、ファミリーマートへ統合、遺憾、サークル系サンクス、ポプラグループ、ファミリーマートに次く5社目であるが、ローソンの場合は、導入初期にチャージに対応していなかった時期があった。 交通系電子マネーについては2009年、平成21年4月8日に追加、ショッピングサービスが JR 東日本エリア内の全店舗に導入されたのを皮切りに各地で導入が相次いだ。同年8月24日からは JR 西日本エリア内の全店舗約2700店に愛国家電子マネーが順次導入された。同年10月下旬からは 福岡県内の全店舗に西鉄のニモカが導入された。これ以前から福岡市内50店舗でニモカは利用可能であったが暫定的導入であったため他の電子マネーの決済端末とは別にニモカ専用のジャラム制複数マネー対応端末が設置されていた。当時は利用者がタッチパネルで選択する方式であったがニモカでの決済時には口頭で伝えなければならないなど レジとは連動していなかった。大阪府内の3店舗及び、兵庫県内の山陽電鉄沿線のローソンフレンズでは、関西の私鉄などで利用できる、ポストペイ後払い方式のピタパも取り扱いが可能である。なお処理は別端末で行う。また、札幌市営地下鉄4駅構内の店舗及び、札幌オーロラタウン店、ポールタウン店では、札幌市交通局などで利用できる、 サップ化も取り扱い可能であるチャージ負加。さらに、愛媛県松山市内の10店舗では、EO 鉄道等で利用できる ICE カードの決済、チャージが2007年、平成19年3月から2008年、平成20年2月の1年間試験導入された。これも専用端末による対応である。2010年から一部の店舗でセルフレジを導入している。 現金を取り扱わない、決済、電子マネークレジットカード及びポイント決済限定で、店員の立つレジと併用されている。2016年からは、東京都内の設置型オフィス内、コンビニ、プチローソンに、交通系電子マネー専用のセルフレジを導入している。2016年11月25日、銀行業参入に向け三菱東京 UFJ 銀行、 米共に、ローソンが95%、米が5%出資して、資本金10億円で、ローソンバンク設立準備株式会社を設立した。新会社の会長には、財務省出身の岩下氏、社長には、新生銀行出身の山下正氏を迎えた。また開業については2018年度中を目指していると報じられている。 金融庁は2018年8月10日認可申請中だったローソン銀行について銀行業の免許を交付した。これを受け同年10月15日からローソン銀行は業務を開始する予定である。コンビニ ATM は原則として子会社のローソン銀行が運営するローソン ATM が大半の店舗に設置されている。しかし一部地域では ローソン ATM でなく、地元金融機関や誘致銀行の ATM を設置している店舗もある。また、かつて新鮮組本部運営の一部店舗にはローソン、切り替え前からのイネット ATM が継続して設置されていたが、現在はすべてローソン ATM に転換されている。この他にも、ローソン店舗敷地内の駐車場に、店舗外 ATM が設置されている事例もある。 柄は以前から変わらない青と白のストライプ、縦縞模様である。2000年代にはマイナーチェンジされた。デザインは有名な化粧会社作成で、ブランドはプランタン銀座である。半袖及び長袖がある。配色青、白、桃色。ペットボトルによる再生糸を採用しており、比率は50%以上。エコマークが左袖についている。 また、制服には IC チップが縫い付けられており、制服のリース等の管理に活用されている。なお一部の直営店では、青いシャツに黒いエプロンを採用している。2009年、平成21年10月からは再び、マイナーチェンジされ、歴代に続き青いストライプのデザインが残されている。2011年、平成23年6月25日からは、 東日本大震災の影響などにより、青色のエプロンに、頑張ろう日本のロゴが入った制服を、東北、関東エリアで採用していたが、衣替えと同時に、ストライプの制服に変更された。なお、町カフェ取扱店では、制服は着用せず、私服の上に町カフェのエプロンを着用するという、形式になっている。のほか、各地の警官条例に 店舗のカラーリングを通常と変更している店舗が多数存在する。病院内店舗や高速道路内の店舗はカットする。また、店舗名の前に L が付く店舗は、ローソンプラスか、ローソンハイブリッドである。三学連携店舗や運営方法に特徴のある店舗の見知るす。出店形態に特色のあるものについての見知るす。 郵政事業民営化前の郵政事業庁との定型店舗。2003年、平成15年8月5日の代々木局店を皮切りに、郵便局、郵政庁舎、日本郵政、ビルオフィスのロビーや空き区画からスペースを年出し、ミニ店舗で開始した。2007年10月現在渋谷郵便局店など5店舗を展開し、店のロゴも切手をモチーフにした独自のものを使用している。 2008年日本郵政グループとの包括提携により、互いの株式の持ち合いとポスタルローソンの推進を表明。この包括提携に基づき、2008年8月に郵便局株式会社が運営する新形態、JP ローソンを新規に5店舗開店する。この JP ローソンの新規開店に伴い、既存のポスタルローソン日本郵政本社ビル内にあるポスタルショップ、 2013年閉店を含むは、順次、JP ローソンに切り替える。従来のポスタルローソンは、旧日本郵政公社、民営化後の郵便局会社、日本郵政へ賃料を支払った上でローソン側が運営しており、日本郵政とは独立している。JP ローソンは、郵便局物販サービスがフランチャイジーとして運営をしている。 各企業関係者以外の立ち入りができない区域に設けられており関係者しか利用できない各地域を本拠とするプロスポーツとのコラボレーション店舗が複数存在する多くの店舗で店舗の装飾が各チームのイメージカラーに合わせてあるほか各チームのグッズを多く揃える店舗名の前に アルファベットが付く店舗が存在するが、意味は次の通りである。詳細は、店舗の種類を参照。2016年、平成28年1月から2015年、平成27年6月から2016年、平成28年1月2013年、平成25年 -2011 年、平成23年から。2015年。 平成27年3月から5月2011年、平成23年から2012年、平成24年春2010年、平成22年から2011年、平成23年夏2008年、平成20年、元気になるオソンがキャッチコピー。無人島に漂着したニュースのメンバーたちがサバイバル生活に悪戦苦闘するが、ローソンによって救われる。2007年、 平成19年3月より元気そう物語と題されたショートドラマ仕立ての CM が放送された。出演者は以下の通り、2006年平成18年3月よりとっておき宣言をキャッチコピーとしたストーリー仕立ての CM が放送された。次年度は篠原良子サイドがイメージ転換を図りたいとの理由で契約更新をせずに終了。 出演者は以下の通り、2002年平成14年1月より同年末までは週刊、ローソンをキャッチコピーとしたストーリー仕立ての CM が放送された。出演者は以下の通り、2001年平成13年1月から12月、キャッチコピーは新型ローソン以下、それより以前のシリーズのタレントを歴史近年ではアニメや ゲームなどとのタイアップ企画を積極的に行っている。トミーテックから N ゲージ鉄道模型用に一般的な郊外店舗をモデルにした建物模型が発売されている。過去にはトミカのトミカタウンにローソンがあった。また特注トミカとして一時期限定でローソントラックと営業車があった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。